それでは2人1組を作っておくれ。1人で森に入って抜け出せなくなったら危ないからね。2人1組か、誰と組もう。よし、来たね、肝試しェーン。じゃあ今回はソウちゃんと組んでいこうか。キサちゃん、組む人決まった？うん、ソウちゃんに声かけようと思ってた。おいおい、そこはさ、このソウちゃんに声かけようと思ってたじゃなくてさ、ソウちゃんの方から誘ってくれると俺は今思ったのに。本当？よかった。僕もキサちゃんと組みたかったからさ。お、そうか。それじゃあ順番にスタートしてくよ。うわ、一本道だけど暗くて歩きづらいね。転ばないようにしないと。なんかさ、お化け屋敷とかさ、肝試しってさ、なんか頼もしい人よりさ、こうやってなんか自分とさ、なんか恐怖感というか価値観みたいなのをさ、同じレベルの人と行く方が良くない？なんか変にさ、ガツガツ進んでいく人よりかはなんかこっちの方が安心するような気がするんだけど。何か出てきそうだな。まあビビりすぎるのもあれだけど。木が揺れただけかな、多分。早いところ教会目指そう。うん、これあっさり教会行っちゃうパターンかな。おかしいな、結構歩いてるのに着かない。また木が揺れてる。風かな。それに妙に肌寒い。そうだね。あれ、そうちゃん、道の先に明かりが見えるよ。あ、光か。確か美月と一緒に行った時も光見えたよな。明かり？どこ？ほら、あそこ。教会かな。あそこ？あれ？どうしたの？懐中電灯がチカチカ点滅しだした。あ、消えた。電池切れ。あ、僕の懐中電灯も消えた。真っ暗だ。でも、あの明かりを目指して歩いていけば大丈夫だよね。キサちゃん、一旦引き返さない？どうして？暗いから道の先の明かりがより一層明るく見えるよ。ほら。なんかキサの方が怖いんだけど、これ。ソウちゃんからしたらさ、こんな、なんでこんな積極的なのみたいな。怪しくない？キサの方が。ちゃん、お願い。僕、暗いのが怖くてダメなんだ、こういうの。かっこ悪いな。だからね、新しい懐中電灯をもらいに帰ろう。そっか、うん、分かった。じゃあ今来た道を戻ろう。どれくらい歩いたかな。誰かのルートならあの光をあれかな、判明させられるのかな。ホテル見えないね。他のクォーツ星にも合わない。森の奥の明かりはずっと見えるんだけど。いかにも肝試しって感じだね。さすがネジ先輩だな。子供の頃だったら怖すぎて無理に明るい歌を歌ったり手をつないだりしてたかも。あ、これは手をつなぐ流れなのでは。ほら、手つなごう。手をつないでみる？僕とキサちゃんが？僕はいいけど。私もいいよ。いいだろう、幼馴染なんだからよ。やっぱり良くないんじゃないかな。ほら、クオツ星に会ったら何言われるかわからないし。それもそうだね、やめとこうか。うん、そうだよね。あれ、なんかやっぱあれだね、キサの声色というか、ソウちゃんと喋ってる時友達っぽい喋り方するんだよね。どうしたの？懐中電灯がついた。幼馴染だから。本当だ。あ、私のも。どうして急についたんだろう。本で読んだことがあるんだけど、電子機器って
霊的なものに反応することがあるらしいよ。霊的なもの？じゃあ私たちの懐中電灯が消えたのって。そういう話もあるってだけなんだけどね。あれ、キサちゃん、あそこ教会じゃない？教会？本当だ。ホテルに戻ってるはずだったのに。え、あ、そういうことか。懐中電灯回収、回収というかあれか、新しいのもらいにってことか。でもよかった、行こう。そうちゃん、何これ、本当に霊的なものが、うん、で、ちょっと残念だったかな。そうちゃんは今何してるのかな。さあ、水着イベント。そうちゃん、キサちゃん、どうなるのか。あ、そうちゃん、向こうでいいもの見つけたんだ、ちょっと来ない？いいもの？うん、波が静かな入り江でプカプカ浮けるんだよ。入り江でプカプカ。あ、こんな説明じゃわからないよね。イメージは伝わったよ、行こう。うん、なんか珍しくそうちゃんの方から誘ってくれた感じだな。すごい、海に浮かんでる。おお、これあれか、なんかあの浮き輪っぽいやつか。ここなら人目につかないし、キサちゃんでも海でゆっくりできるかなと思って。本当は何も気にせず海で遊べたらいいんだろうけど。そっか、事情知ってるんだもんな。これすごく楽しいよ。いいね、入り江でプカプカ。ああ、その説明を忘れて。空綺麗だね。うん、雲も綺麗。うん、綺麗だね。お、なんかあれじゃん、え、ちょっとそうちゃん、ちょっとロマンチックじゃん。誰かが来る前に上がろう。誰か入ってきた。どうしよう、見られたらまずい。暗いから肩まで浸かればごまかせるかも。体は手と足で隠して。お疲れ様で。あ、さあどんな反応するのか。え、さっきはね、あの海で積極的に誘ってくれたからさ。キサちゃん、でも声が裏返っちゃってる。いや、もういいでしょ、幼なじみなんだから。なんだそうちゃんかぐらいでいいじゃん。おい、もう、うわ、なんか ごめん、すぐ出る、すぐ出るから。あた、そうちゃん、大丈夫、大丈夫だからこっち来ちゃダメ。出て行っちゃうのかな。あ、わかった、とりあえず距離を置くね。湯煙が濃いから離れたら見えないと思う。うん、背中向けるからそっち見ないから。なるほどね。どうしたの、キサちゃん。今日で最後だから少しだけ温泉入ってみたくて。そっか。そうちゃん、おい待て、一緒に入ろうがあるんだけど。え、こんなん一緒に入ろう選ばないやつおるん？一緒に入ろうか、そうちゃん。え、ちっちゃいツがツツツツツツツって。湯煙でお互いよく見えないから距離を取れば大丈夫だと思うんだよね。でもどっちが乙女なんだ。あ、落ち着かないかな。そりゃね、そうだけどね。一緒にお風呂。もう入ってるよね。ダメだ。ん？頭が熱くなって。あ、ぶっ倒れちゃう。心臓がバクバクして。のぼせて。来た？ギャフ！そうちゃん、大丈夫？うわ、キサちゃん！こっち来ちゃダメ、シルエット見えるから。とにかく上がる、上がるね、
キサちゃんはゆっくり入って。じゃあ、うわっと。そうちゃん。大丈夫。大丈夫かな、そうちゃん。後でちゃんと謝っておこう。ソウちゃんとフミさんがいる。ソウシ、どの部分切り取ってもシルエットが綺麗に見えるように意識しろ。1秒たりとも切り抜くな。はい。ヨウナガが秋公演終わってからどんどん上手くなってねえか。うん、秋公演終わってから性格も明るくなったというか、顔つきも違うし、人ってこんな急に変わるか。よし、この辺にしとくか。ありがとうございました。キサちゃん、お疲れ様。お疲れ様。そうだ、今時間ある？よければ少し出かけない？お、キサちゃんも稽古大変だろうから、気分転換に。なんかさらっと誘ってくるようになったね。天気もいいしさ。うん、いいよ。姫彦通り？すごい成長実感する。成長実感するってあるとなんかすげえ保護者目線みたいな感じになるけど。うん。女性から見るとあれなんだろうか。稽古後にこうやってリフレッシュするのは気持ちいいね。なんか母性が働くとかこういうことを言うんだろうか。前は不安でダラダラ稽古してたな。あれじゃ頭に入らないよね。ねえ、あれクォーツの狩人コンビじゃない？お、街でも声をかけられるようになったな。え、秋公園の？いや違うよ、もっと悪い顔してた。いやそれそういう役だからでしょ。あの人たち、僕たちの舞台見てくれてたんだね。少しは誰かの記憶に残ることができたのかな、僕の狩人。でも本来は鈴くんの場所なんだ。鈴くんはそんなことないって言ってくれるだろうし、僕にとっても狩人はかけがえのないものだけどさ、自分の場所は自分で作らないと。結構熱が入ってたね。他の高知生が褒めてたよ。秋公演が終わってからぐんぐん成長してるって。そうなの？なんだか慣れないな。今になってわかるようになってきたことがたくさんあるんだ。それを必死で叩き込んでるんだよ。だって追いかけなきゃいけないからさ。追いかける？何を？キサちゃん。え？いつだって僕の前を走ってるキサちゃんを追いかけるのに必死なんだ。秋公演は僕にとって特別な公演だった。ほう。クォーツを一人背負っているフミさんのことで、キサちゃんが僕を頼ってくれたことが嬉しかったんだ。本番中も剣舞に自信が持てなくて不安だった僕に、キサちゃんがシャルルが思いを託してくれたのがすごくすごく嬉しかった。僕ね、ずっとキサちゃんの力になりたかったんだ。だからキサちゃんが辛い時、苦しんでいる時、しっかり支えられる人たちが羨ましかった。羨ましくて逃げてた。思い通りにいかない現実から、いつの間にか自分のことまで見失ってたよ。それじゃダメだよね。誰かを助けたいなら人のことを羨ましがっていないで、まず自分が誰よりも自立していないと。それが難しいんだけどね。弱いとこだらけだからさ、僕は。でも自覚してるのとしていないとでは大違いだからな。すごい成長したんだろうな。助けられてるよ。え、入学式で本来ユニベールに入れるはずがない私を、そうちゃんはすぐに受け入れてくれた。私が辛い時はいつも声をかけてくれた。そうちゃんといる時は嘘も隠し事もしなくていい。ありのままの私でいられる。ずっと助けられているんだよ、そうちゃんには。キサちゃん、やっぱり僕頑張る。絶対
絶対にキサちゃんの背中を支えられるくらい近い場所に行けるように、いつかその背中を越えて。よし、気合入った。もっと頑張れそう。やっぱりキサちゃんにはかなわないな。でも今はそう思えることが嬉しいよ。難しいな、もっと華やかに。そうちゃんが稽古してる。不器用になんとか近づこうとしているみたい。キサちゃん、お疲れ様。ハベンナ一の人気者を演じるのって難しいね。いろいろ試しているんだけどうまくいかなくて。そっか、冬公演であれだもんな、ジャックのあの不義を演じるんだもんな。自分にはないレパートリーだからかな。どんなに絞り出しても僕の中からは生まれないかも。ホストみたいな。だったら別の場所から持ってきた方がいいのかな。そういえば私も夏公演で向井を演じた時、カイさんを参考にしたよ。ああ、じゃあフミ？あ、なるほど。僕も参考になる人を探せばいいのかな。でもジャックだもんな。不義をアグアクラブのプリンケプス。お、誰かいた？うん、不義王は劇場の王子様だから。おやん、立花君に夜長君、熱心だね。ネジか。まあなんかネジに聞いとけ安牌みたいなとこはあるからね。台本作ったのもネジだし。お疲れ様です、ネジ先輩。ネジ先輩。おお、どうしてそんなに腹から声出して。実はお願いしたいことが。聞こうじゃないか。オニキスの稽古に参加したいんです。あ、そういうことか。オニキスに行こうとしたのか。一回なんかオニキスの方行って失敗してるからな。なるほど。可愛い後輩の頼みだ。カイドウに頼んでみようじゃないか。なるほど、その道の専門家か。カイドウの即決ぶりよ。というわけで。やっぱカイドウはあれなんだな、二返事で OK って言うんだな。今からオニキスに行ってきます。話が早いね。そうちゃん、頑張ってきてね。あのさ、やっぱキサも一緒に来てみたいな。ん？一緒についてきてもらえないかな。え、私が？でもいいんじゃない。チッチの元にはいろんな男たちが寄ってくるんだから、オニキスの生徒たちをハベンナの男に見立てて取り込んできなよ。イケジャック揃いで美味しいでしょ。それもどうかと思いますけど、キサちゃんに見ていてほしいんだ。ソウちゃんが自分のことでお願いしてくるなんて珍しいな。わかった、一緒に行くよ。随分と積極的になっちゃって。ありがとう。よく来たな、ヨナガ。ネジから話は聞いているぞ。今日はよろしくお願いします。あ、立花も来たんだ。そうちゃんと違って見学だけなんだけど。ヨナガ、冬もジャックらしいね。番手もかなり上なんだ。秋公演の代役すごかったからな。それでオニキスでどんなことを学びたいんだ。あの、笠井君に稽古をつけてもらいたいんです。笠井？ああ、なんかあれ、チャラいからっていうと笠井にちょっと失礼だけど。俺？うん、お願いします。そうか、笠井君は78期のトップジャックで、他の同期からもオニキスの王子様って呼ばれてる。笠井君が持っている身のこなしや華やかさは不義王に通じるものがあるのかもしれない。うん、できるか笠井。それはもちろん。でも同期相手にただ教えるのは嫌だな。え、どうしたらいい？稽古代。あ、交換条件か。なんか笠井から盗ませてもらう代わりに、そうちゃんからも何か盗ませてほしいみたいな。そんなのいらないよ。勝負しよう。勝負？俺の稽古に最後までついてこれたら、ヨナガの勝ち。
途中でリタイアしたら負け。負けたらどうなるの？立花を貸して。ええ。え？私？それは負けられないな。うん。立花と稽古したい。どう？アンフェア。当たるずるい。それなら僕もやりたいですよ。まあ、またなんかあれだね。キサのなんかその気持ちというか、キサじゃないところで勝負が行われてるね。そもそも勝負にならないだろう。前の稽古で夜長が全くついてこれてなかったのを忘れたのか。カッチンってくるんじゃない。ましてや葛西についていくなんて。勝負はできないよ。負けるから。うん、キサちゃんを物みたいに扱うのは僕嫌なんだ。そうだよね。えそうちゃん、まずはキサの気持ちでしょ。真面目だな。でも葛西くんについていけたら僕の勝ち、ついていけなかったら僕の負け。その勝負は飲むよ。俺とヨナガの真剣勝負ってこと？うん。へえ。うん、いいね、面白そう。目つき変わったな。じゃあ行こうか。ついてこいよ。セブン、エイ、前出てジャンプ、着地、ステップ、フロアにタッチしてワン、ツー、ストップ。いやー、なんかやっぱ葛西ね、新鮮だな。こうやってスチルで久々に見たわ。あの新人公演の後のクラスごとの紹介のスチル、めちゃめちゃかっけえなと思ったけどね。あそこ以来なんじゃないか、スチルで葛西を拝むの。うん、みんな見守ってる。シルエットがぎこちない。柔らかく入ってしっかり止めて、鏡で確認。はい。スパルタックス、当たるビシバシですね。あいつヨナガを潰すつもりでやってないか。そうちゃん、セブン、エイト、前に出て頑張れ。そうちゃん大丈夫？やっぱあれな、ダンスってすげえ体力使うんだろうな。しかもやったことない振りとかだったら。やっぱり甘くない。そりゃ俺だってプライドあるからね、葛西くん。でも最後までついてきたじゃん。すごいじゃないか、ヨナガ。青さん、前の稽古の時はふにゃふにゃだったのに、今日は凛々しかったですよ。ああ、大した成長だ。でも、ただついていくだけじゃダメだと途中で気がつきました。葛西くんの凄さも今になってようやく分かった気がします。ね、遅すぎでしょう。でも勝ちは勝ち、負けは負け。今日はヨナガの勝ちってことで、おめでとう。ヨナガ、俺さ、お前と中学の同級生だったってことは、正直ごめん、全然覚えてないんだ。でもユニベールの同期にヨナガそうしろって男がいることはちゃんと覚えたよ。ああ、それだけそうちゃん成長したってことなんでしょう。これからも俺が忘れないように頑張って。次は負けないよ。うん。ちゃん大丈夫？ごめん、かなり足に来てる。足に頼りすぎたのかな。葛西くんは全身を使ってもっとうまく踊ってたのに。またふみさんに稽古つけてもらわないと。でもすごいよ、あの葛西くんについていったんだから。絶対に負けたくなかったんだ。葛西くんにというよりも、いつも逃げていた過去の自分に。もうあんな情けない姿、キサちゃんに見せたくなかった。あの日に比べたら少しは成長できたかな。うん、だいぶ成長したと思う。かっこよかったよ。かっこよかったよ。照れそう。
君に食らいついていく蒼ちゃん、かっこよかった。ふん、照れてる。ああ、そんなことないよ。否定するのか。僕なんかかっこ悪いところばっかりで、キサちゃんの方がずっとかっこいいし、今だって膝がガクガクで、でも嬉しいな。どうしよう、顔が緩んじゃう。でもどうしてそんなに頑張れるの？それは伝えたい言葉があるんだ。小さい時からずっと僕の中にあって、僕の体と一緒に大きくなった。伝えたいんだ、今度こそ。ラブ？意味不明だよね。要するに冬公演頑張るってことかな。冬公演、キサちゃんのこと支えるよ。そうちゃん、ありがとう。今は膝がガクガクして支えてもらわなきゃ動けないくらいだけどね。あ、帰ろうか、手を貸すよ。ありがとう。早く伝えたいな、僕の気持ち。